皆さんこんにちは、ワンダリグリージです。今回はパーツオブアイアンゴー現代ブットロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ここまでウクライナを併合、その後フィンランド、日本と続けて併合して勢いに乗ったところでついに NATO が参戦、もちろんアメリカ、イギリスが参戦してきているという中、それでもなおバルト三国まで併合を進めていたんですが、アメリカ軍の主力部隊がバルト三国に到着したところで一気に戦線を押し戻されているというのが現在です。さらにロシア海軍主力艦隊がバルト海でアメリカ軍艦隊と交戦、損傷したことによってバルト海の制海権が失われています。よってヘルシンキあるいはフィンランド沿岸の至るところでアメリカ軍と強襲上陸を受けていて、戦況が悪化の一途をたどっているという状況です。人的資源も大規模徴兵に変えたんですが、すり減っていく一方というね、厳しい戦いになってきています。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。まあ、スペツナズをやっぱりどっかでもう一度投入してですね、この苦しい戦況を一変させる作戦を敢行していきたいなというふうに思ってます。あとはこのね、アメリカ軍が、跋扈している状況も、何としても、絶滅させないといけない、壊滅させないといけないという状況なので、まあ、なんとかね、このアメリカ軍を仕返しましょう。一部は、日本から引き上げを検討せざるを得ないかなと思います。まあ、そんな中、リファが、取れそうですね。リガ取れると大きいな。まあ、リガは何と言っても観光施設があって補給拠点になってるので、この補給拠点取れれば大きいですね。あとはベリヌス、ここもですね、首都扱いになっているので、ここを取れれば大きいかなと思います。一方ですね、ルーマニア戦線がご覧のようにですね、NATO の大規模な援軍が到着していて、まあ主にドイツが中心だと思うんですけども、まあこれによってトルコ軍、中国軍、もちろんロシア軍が、かなり劣勢になってます。絶対に死守しなきゃいけないのがオデッサなので、このオデッサの守りは完全に、意識を持っておきたいと思います。もうあと2割ぐらい兵力があればね、やれることも多くなってくるんですけども、ちょっと残念ながら兵力不足というこの厳しい状況ですね。現状予備の手段はもう全くない、ゼロっていう状況です。予備手段ゼロっていう状況を考えると、まあ、文字通り総力戦というところなので、どっかの戦線が崩壊すると即全軍崩壊という状況になるので、常にですね、各戦線は、皆さん画面が見づらくなってしまって申し訳ないなとは思うんですけども、まあ、しっかり注視をしておきたいと思います。ちょこちょこ動かして、ちょっとね、見づらいと思うんですが、ご了承ください。アメリカ軍が、ちょっと展開してきているところをなんとかね、潰していきましょう。ヘルシンキ近くに、上陸してきたアメリカ軍は撃退できそうですね。一方タリン近辺に上陸してきたこのアメリカ軍は撃退するのにちょっと時間がかかってます。時間がかかってると、その間に敵の増援なんていうこともあるので、ちょっとそうなる前に早めに潰したいですね。リガの方もまだまだ粘ってますね、敵はね。まあ、このまま粘られるとしんどくなるので、粘られる前になんとか壊滅させていきましょう。ようやく、タリンに上陸してきていたアメリカ軍を、相当できそうですね。だいぶここに時間を使ってしまってる間に、別のところで今度はね、上陸を受けていますフィンランドですね。もう本当に、なんて言うんでしょう、
海軍がアメリカ軍に完全に劣ってる状況なので、まあ、常にこの危機というのと、まあ、向かい合わせに今後なっていきそうですね。ノルウェーとの戦いもちょっと厳しい状況になっています。ちょっとね、画面見づらくなって申し訳ないんですけど、ちょこちょこ動かしながらしっかりケアをしていきます。作戦が続いていたバルト三国の戦線ですけども、切り崩しができつつあります。これはですね、おそらくなんですけども、ルーマニアの方に NATO 軍の一部が、まあ、支援に向かったためだと思われます。これによってバルト三国の防衛戦力が減ったので、まあ、我々がね、一気に有利な状況を作り出せているんだと思います。でこのままね、有利な状況を作れているので、バルト三国の戦線で NATO 軍の主力を殲滅しましょう。でこちらのルーマニア戦線は撤収します。オデッサ近辺まで、部隊を引き上げて、まあ、トルコ軍あるいは中国軍が取り残される形になりますけども、まあ、それはもうこの際ね、シノゴの言ってる余裕もないので確実に引きましょう。リトアニアの首都ビルニュース落としました。あとはリガですね。このリガがね、本当に粘られてるんですけど、このリガが取れると敵の一大補給拠点を潰せるので大きい戦果になると思います。まあ、リガまでなんとかね、進出していきます。はい、リトアニアが降伏です。まあ、だいぶ有利に戦線進めてきている状況もあるので、まあ、これこのままね、このバルト三国の戦線を維持していきたいと思います。リガが落ちれば本当に一気に戦況変わりますね。はい、ラトビアも降伏です。バルト三国が手に入りましたね。この後はバルト三国の戦線、ポーランド方面まで部隊を進出させて、まあ、さらにですね、その足を使って、ポーランドのね、攻略というところに向かっていきたいと思います。では、改めて戦線ですね、整理しておきます。上から行きましょう。まず、ノルウェーとの戦線ですが、ここは部隊が避けないので、敵に、進軍させないというのを念頭に戦線維持を行っていきます。今のところノルウェー軍とブラジル軍しか展開していないのでなんとかなりそうです。ここにね、 NATO 軍の主力、イギリスやアメリカ、ドイツ、フランスなんかが軍を送ってくると、この戦力では維持できないと思います。フィンランドのヘルシンキ周辺なんですが、ここはですね、アメリカ軍がたびたび強襲上陸をかけてくるので、最低限の戦力は残しておく必要があるということで、湾口施設を中心に部隊を残してあります。そして激戦のバルト三国戦線なんですが、ここはポーランド戦線と、まあ、ほぼほぼ一緒になりました。なので、敵味方、すごい数の部隊が入り乱れてます。結構ハイスペックなゲーミング PC 使ってるんですけども、それでもかなり動きがもっさりしてきました。ルーマニアの戦線なんですが、ここがですね、 NATO 軍がこっちに部隊を送ってきたせいもあってか、だいぶ苦戦をして押し返されています。その分バルト三国の戦線有利に戦えたのかなと思うんですが、今度は逆にですね、このルーマニア戦線に部隊を増強して送っていきます。日本の方はですね、残念ながら海軍戦力がアメリカ軍に比べて10分の1以下だと思うので、日本から兵を引き上げてしまうと強襲上陸をされた時に防ぐ戦力がなくなるので、もうアメリカ対策として日本から兵を引き抜くことはできないとなると、現有戦力だけでここで戦っていくという形になります。注意して見ておきたいのが、このノルウェーの戦線ですね。いつ NATO 軍が主力を送り込んでくるかわからないという状況もあるので、まあ、それに備えた対策はしておきましょう。すでにイギリス軍が入り込んでますね、ここね。
イギリス軍の空挺師団が入り込んでいる様子が見れます。まあこれ要注意ですね。バルト海まで進出してくれている、これは中国海軍の潜水艦隊ですね。中国軍もだいぶ兵を送ってくれてるので、まあ、なんとか戦線を維持できている状態ですけど、これ人的資源を考えるとですね、結構もう枯渇が始まっているので、大規模徴兵しているこの状況で人的資源が枯渇するともう致命的という状況になるので、まあ、なんとかですね、そういう状況は避けたいかなと思ってます。ポーランドの戦線ですが、こんな状態ですね。ちょっとわかりづらいと思うんですけども、紫色なのがロシア側の支配している地域。で、まあ、肌色っていうんですかね。それがルーマニア、まあ、NATO 軍が奪還した地域で、まあ、だいぶ奪還されている状況というのがね、これで見て取れると思います。まあ、ただここに、少ないながらも増強、増援を送ってるので、まあ、ルーマニア戦線を再びね、活発化させていきましょう。バルト三国の戦線は完全に、膠着状態になりましたね。まあ、リガを取って、ビルニスを取って、戦線をね、前に進めることができたので、ここからは本当に余裕を持って、ポーランド領での戦いになると思うんですけども、これがまた、一進一退というかね、戦況が完全に膠着したという状態です。NATO軍の方もかなり戦力を投入してきているので、もう余剰戦力、ないとは思うんですけど、逆に言うと我々もね、もう余剰戦力ないと言えるので、まあ本当に厳しい戦いにはなってきてますね。では、膠着状態を打開するためにスペツナズをルーマニア戦線に投入します。まあ、ルーマニア戦線は取ったり取られたりっていうのを繰り返している状態で、まあ、決して安住の地ではないので、まあ、ここでなんとかね、まずは、安定的にルーマニアを確保できる状況を作っていきたいと思います。はい。では、今回、ちょっと短いかもしれませんが、中身は非常に濃い内容でしたので、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。もう一度整理しておきます。まず、バルト三国の戦線ですが、かなり、戦線をね、進めることができました。まあ、ただし、現在は再び膠着状態というところですね。なんとかカリーニングラードまで進みたいですね。そして、できれば、ポーランドの首都、ワルシャワですね。ここまで進軍できれば、ポーランドも屈服するの間近かなと思います。一方、ルーマニア戦線はですね、一時完全に支配したんですが、NATO 軍が援軍を送ってきたことによって、再びここが NATO 軍の手に落ちました。まあ、ただ、それによって、バルト三国が取れたというのもあって、NATO 軍が引き上げた今、再び、今度はスペツナズを投入して、再びポーランドを取ろうと。まあそういう状況です。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。